皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。カリマースペシャル2ウェイバックブックブラックバージョン購入しましたので開封していきます。はい、開封いたしました。バックとこちらの冊子が入っております。私はブラックバージョン購入しておりますけれども、カーキバージョンも同時発売となっております。販売はファミリーマートで販売しておりますのでご注意ください。ブラックバージョンに関しては箱に入った書店版も発売されていますので書店にも売っております。それでは詳しく見ていきましょう。英国のアウトドアブランドカリマーのバッグということで、久しぶりと言いますかほぼほぼ初めてに近いくらいのブック本ではないかと思います。正面にはカリマーのロゴが、ブランドロゴがこれ刺繍されております。綺麗な仕上がりです。ブラックボディにホワイトロゴということでシンプルなデザインですけれども、高機能なバッグになってます。はい、まず外側のこのバンジーコードですね、ここの間に帽子とか衣類などを挟んで収納することができます。アウトドア仕様のバッグによくあるかっこいい仕上がりとなっております。でこのコードの部分がですね、リフレクター素材が編み込まれているということで、この白い部分が光る素材になってます。はい、暗い場所ですね、夜道とかで安全性が高められているのが嬉しいポイントです。表面の素材はポリエステル生地が使われておりまして、丈夫で軽量なバッグになってます。さらに撥水加工生地になってますので雨の日でも安心です。はい、バンジーコートちょっと挟んでみましょうか。モズさんのウィンドブレーカーもですね、こんな感じで外側に挟んでおくことができます。でここで調節ができますので、こうキュッと絞ってですね、よりこうきつく、はい、落ちにくくすることができちゃいます。で正面のこちらがジップ収納になりまして、この持ち手の部分はこれ指こう引っ掛けやすくて非常に使いやすい引き手がつけられております。こうですね、こんな感じです。で中はこんな感じになっておりまして、ブラック一色ということで見た目が本当にかっこいいです。で今度後ろ側行きますと、反対側は特にポケットとかロゴとかついておりません。で下から見るとマッチはこれくらいで、角の部分こうですね、横から見るとこうなりまして、ショルダーベルトはここですね、ここでこのように固定されてます。耐荷重は約 2.5kg と記載されてます。でサイズ調節はもちろんできまして、ここにバックルがついておりますので、こう外してですね、ショルダーバッグにして使ったりとか、ウエストポーチとして使うこともできますね。でベルトの幅は 2.7 センチくらいあります。はい、上から落としましてメイン収納ですね。メイン収納もダブルジップとなりまして、この大きい引きでついてますので、はい、これすごく扱いやすいです。こうすぐ引っ掛けて、でジップもすごく滑らか、軽く開け閉めができます。で中なんですけれども、内側、あ、これ結構ガバッと開いてくれますね。はい、ここの開口がかなりこう広く取れますので、物の出し入れがしやすそうです。ただ内側にポケットがこついてないですね。はい、空間のみの状態になってます。それでは収納しながらサイズも見ていきましょう。まずはお財布、長財布なんですけれども、はい、開口これ広いので余裕を持って入れることができます。はい、こんな感じですね。深さもありますので、このようなサイズ感になってます。そしてペットボトルも 500ml のペットボトルでしたら、はい、横に並べて入れるのにちょうどいい具合のサイズになってますね。はい、さらにはエコバッグ入れたりとか、あと折りたたみ傘も入れちゃいましょうか。はい、これくらい入れてメイン収納はいっぱいになってくる感じです。でジップを閉じまして、今度ここにもありますので、ここはやはりスマホですね。はい、これ大きめサイズ 6.7 インチのケース入れるとこんな感じです。あとはティッシュ、ハンカチ類をちょっと入れて、はい、まあ、それくらい入れていっぱいになるようなサイズ感になってます。あとメイン収納もうちょっとぐらい余裕ありますので、例えばキーケース1個ぐらいだったらまだ入るかなという、はい、そんなサイズ感になっております。あとはこの外側のバンジーコードにちょっと物挟んでですね、持ち歩くことも可能になってますね。でアウトドアバッグといえばこちら、外のボディバッグありましたので、ちょっとこちらと比較もしてみましょう。で容量的には今回のカリマーの方が全然
容量はいっぱい入るかなと思います、はい、ただこの防水性、撥水性とかってなってくるとやはり外のこっちの方がよりこのジップの部分もですね水が入ってきにくい仕様になっておりましたのでよりアウトドアに強いのはこっちかなとは思います。内側も明るめの色になっていてポケット、ジップポケットもついていたりとか機能的にも、はい、嬉しい機能が満載となっておりました、はい、今回のはかなりシンプルなバッグになっておりましたので、まあ、こんな細々としたポケットとか、まあ、そういったものはいらないよという方はこちらもおすすめできるかなと思います。あと比較としてはこの無印良品で買ったこちらですね、無印の名作です。サイズ的には似たようなサイズと思っていただいていいかと思います。並べると、あ、若干無印の方が大きいサイズになってます。でこちらもポケット、外ポケットとかあと外側のジップ収納は一緒ですけど内ポケットですね、内ポケットのこれ2つついてましたんで、はい、まあ、今回のは内ポケット1個くらいあったらよかったなとは思いますね。バンジーコードこれがついてますんで、まあ、この辺とかこのカリマーのロゴはやっぱりかっこいいですね。はい、それではバッグ持った感じ写していきたいと思います。ご覧ください。まず正面にはカリバーの刺繍ロゴが大きめに入っておりますので見た目存在感あります。でこのバンジーコードも付けられましてアウトドアブランドらしいかっこいいデザインになってるかと思います。でブラックとカーキ同時発売となっておりまして、で正面こちら横から見るとこうですね、後ろ側がこうなっております。で今ショルダーベルトなんですけれども一番長く設定してみました。で肩掛けしますと、はい、ここまで来ます。斜め掛けして、腰ちょい下なので、あ、ちょうどいい具合の長さになってますね。では使い勝手見ていきましょう。まず正面のこちらジップ、この引き手は非常にこう指引っ掛けやすくて使いやすいです。さっとこう引けますん で中からスマホを取り出してサッと入れることができる。この前面の収納も幅もありますのでスマホの出し入れであればすごく楽に行えると思います。でここをサッとこう閉められますのでこの辺の操作感は抜群にいいですね。でメイン収納もダブルジップとなってまして、はい、このように両方にこう開けますの でちょっとこう開いてくれますので、長財布をサッとこう取り出してですねお会計したりとか、急な雨でも折りたたみ傘もしっかりと入ってくれるサイズ感になっております。でペットボトルも500ミリのペットボトルですね、出し入れの際も開口が広く取れますのでスムーズに行えるんじゃないかと思います。はい、でジップを閉じまして、はい、こうですね、ジップ閉じて、はい、こんな感じで使うことができます。でベルト今一番短くして腰に巻くとこんな感じでウエストポーチとしてウエストバッグとして使うことができます。で使い勝手見ていくとここも同様ですね、このように、はい、このポケット本当使いやすいです。さっと開いて取り出せますんで、はい、でメイン収納も、ここさっと開けてですね、はい、このような使い勝手になってきますので、ショルダーにしてもウエストバッグにしても、はい、操作感はスムーズに行えるなという感じです。でこのベルトのこのついているこの位置ですね、この位置も絶妙にいい場所についていてバッグがこう揺れたりぶらついたりとかですねしにくく、はい、この操作の際も型崩れもなくですね、こうジップが開けにくいとかっていうことにもならず、はい、ちょうどいい具合で使えるのが良きポイントではないかと思います、はい、さらにはもうちょっと長くしてボディバッグ風にこの辺で使うのもありかなと思います。はい、というわけでカリマーの 2way バッグおすすめとなっております。お待たせいたしました。それでは本日もバッグの正確な容量を測定していきたいと思います。それでは参りましょう。 How many? ブルボン。バッグの容量は13ブルボンです。新潟の老舗ブランドブルボンスペシャル 2way バッグおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。英国の老舗アウトドアブランドカリマーのスペシャル 2way バッグブック紹介してまいりました。
はい、見た目アウトドア感ありますけれども、アウトドアはもちろんですけど、街でも使える高機能な 2way ショルダーバッグになってましたね。デザインもシンプルなデザインになっておりますので、男女兼用、幅広い層の方に使っていただけるバッグになっているかと思います。販売はファミリーマートでブラックとカーキ、そして書店版はブラックバージョンが販売しておりますので、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらえましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。